シャブカト・ミロモノビッチ・ミルズ・イアイフは、ウズベキスタンの政治家、同国大統領、ウズベキスタン自由民主党所属、ジザフ州出身。タシケント考え、農業機械科大学を卒業し、博士号を取得。コムソモールの初期、トーオルグ副学長として働く。その後1996年までタシケントのミルザウルグベクチ区長に任命。 1996年9月から2001年まで、ジザフ州知事。1999年、ジザフ州から第2期国民議会に出馬し当選。2001年11月から2003年12月11日まで、サマルカンド州知事。2003年12月11日に、大統領イスラムカリモフから首相に指名され、同日中に国民議会からの承認を得て就任する。 2005年1月28日、第3期国会に再選。2005年2月4日と2010年1月26日に、それぞれ首相に再任された。2008年までは、自己献身、国民民主党に所属し、同党の回答後は、後継政党のウズベキスタン国民復興民主党を経て、2016年からはウズベキスタン自由民主党に所属している。ミルズニアフは、 行政を担うサマルカンドバツの実力者であり、カリモフの妻タチアーナカリモバヤウズベキスタン国家、保安庁長官ルスタムイノヤトフと友好関係にあることから、カリモフの後継者として有力視されていた。2016年9月2日に、カリモフが死去した際には、葬儀委員長に就任して、カリモフの国葬を取り仕切り、後継者としての存在感を示した。2016年9月8日、 上下両院合同会議で大統領代行に任命。2016年12月4日投開票の大統領選挙で当選し、同年12月14日に正式に大統領に就任した。2019年12月来日。ありがとうございます。